大阪市電気局100系電車。大阪市電気局100系電車。大阪市電気局100型電車は、大阪市電気局、後の大阪市交通局が1933年5月の高速電気軌道1号線、現、未動筋線の部分開業に際して製造された、坂市営地下鉄の通勤系電車である。1号線部分開業に備え、 神戸の川崎車両で101の104、大阪京橋の田中車両で105.106、名古屋の日本車両製造本店で107.108、東京の汽車製造東京支店で109.110の合計重量が製造された。当時、関西の私鉄各社が競って導入しつつあった、大型高速電車の要素技術を巧みに組み合わせて、基本設計が実施された。 ニューヨーク市地下鉄など欧米の先進的地下鉄の事例に習った各種保安機等を付加してあり、以後の大阪市営地下鉄における車両設計の基本を確立した。窓配置 D1D4D3D2D 乗務員扉 D 客用扉、飛ぶ黒窓で側窓は下段固定、上段加工による二段式、運転台側にのみ乗務員扉を設置し、 密閉式の片隅運転台を両端に備える両運転台車である。前面は貫通扉を中央に配する三枚今戸の当時としては一般的なデザインで当初貫通ホールは未装着であった。車体は湿度の高い地下トンネル内で運用されることを考慮して防錆効果の高い含む銅鋼班を使用しすべて秒接。 リベット接合で組み立てられていた。防火を目的として床材には、マグネシアセメントを内装化粧板には、塗装鋼板を使用した。また、側扉は、軽合金製で、その他内装各部にも軽合金を多用し、軽量化に一定の配慮がなされていた。各部寸法は、車体長17メートル、車体幅2.8メートル、 自長40.3トンで、いずれも地下鉄車両として先行した東京地下鉄道線型を上回る大型車であった。座席はロングシートで座席下に各種配線の接続部やドアエンジンが搭載されていた。また、車内中央には当初放浪引きのスタンションポールが建てられ、短距離運転ということで当初は荷棚も設けられていなかった。車体両端には 連結面で、ホームから乗客が転落するのを防ぐため、安全畳書きと呼ばれる折り畳み式の転落防止策が装着されていた。これは、ニューヨーク市地下鉄の例に習って採用された装備で、あるが同様に採用していた、半和電気鉄道や、三宮急行電鉄が、比較的早い時期に使用を断念して撤去したのに、対し、 大阪市は本形式を含む有事材、弁当材車全車について、この安全畳みかきを廃車まで、標準装備のままとしていた。行き先表示は、側面膜板部の受け金具に行き先表示板を指して、案内する方式であったが、この表示板受け金具の脇には、列車種別表示板用の受け金具も設けられていた。これは当初未動筋の幅半分を用いて建設される1号線に、 並行して、残りの幅半分のスペースに主要駅のみ、停車の急行線の建設が計画されていたことの名残である。この急行線計画は、ミニ地下鉄構想時に再度持ち上がったこともあるが、いずれも頓挫している。また、車内ぐしげた部には、電承式の駅名表示器が設置され、モーター駆動で次の停車駅を表示した。もっとも、 これは1935年10月の震災バ南部間開通に伴う連結運転開始後、故障が相次いだことと連結運転開始後、車内放送設備が追加設置されて、自粛案内には特に不自由がなくなったことから早期に撤去された。塗装は、新造時は開業前に京都帝国大学の竹田51博士に委託して、 市電線6 0 1系重量を用いて実施された塗装試験の比較調査の結果を踏まえ、上半分がやや黄みがかったクリーム色、下半分が水色で、客用扉と屋根が銀レズ色、木製の窓枠が薄茶色となっていたが、戦後は新造車に合わせて上半分がクリーム色で、下半分がオレンジに変更された。主電動機は、 芝浦製作所製 SE-146 を、拡大車の第1、第4軸に吊り掛け式に総加し、波数比は3.05、並列接続としていた。この芝浦 SE-146 は新京阪、鉄道、阪和電気鉄道、南海鉄道、三宮急行電鉄などの関西私鉄各社が1920年代後半より、 相次いで導入した大型高速電車に採用された200馬力級種、電動機を上回る230馬力級で、同級の芝浦 SE-151 と並んで、第二次世界大戦前の日本で製作された、電車用種電動機の最大出力を記録する、記念碑的存在であった。制御機については、トンネル内での踏みずらブレーキ使用による、 鉄粉飛散や火花の発生を極力抑止すべく、発電ブレーキの常用を前提として計画された。このため、神経範や繁和で実績があった、東洋電気製造製 ES-504A を改良した ES-512A 電動化無軸式、自動加速制御機が採用された。この制御機は、直列5段、並列4段、弱め階、G1 段。 発電制度8段という構成で、発電制度に境地制御を用いる設計となっており、立候時には弱め開示を使用できなかったが、回路的には使用可能とする準備が行われていた。さらには、将来郊外区間で、パンタグラフによる直流線 500V 化川終電の下で、あるいは急行線実現の暁には、地下線でも、 弱め開示制御を用いた高速運転を行う計画が存在したことから、主電動機を第2、第3軸に追加総加し、1.4軸と2.3軸の2軍で直並列制御を行える要角機器の配置が決定されており、制御機の決戦や各部の偽装などもこの電動機追加と1500ボルト対応に備えて、当初より様々な準備工事が実施されていた。 この制御機を含む低電圧系統の回路に電力を供給する補助電源として電動発電機が搭載された。やはりニューヨークの事例に倣いポイントなど第三機場の設置ができない区間での室内投稿や制御機の動作不能などを防止するためにこの MG の発電機軸にフライホイールを接続し無通電区間での MG の運転停止を防いでいた。 ことは本形式の大きな特徴の一つである。なお、当初の計画案では、片運転台式の電動車の間に付随車を挿入して、MTM の3両編成を1セットとするとみられる、あとの30系と同様の編成プランが計画されており、車端部を固定クロスシートとした計画図も現存している。ブレーキとしては、 当時最新鋭の12両編成対応ブレーキシステムである、ウェスティングハウスやブレーキ車設計の U-5、自在弁を使用する三菱造船所製、アム自動空気ブレーキが搭載されているこのブレーキも当時すでに新京阪、三宮急行、大阪電気軌道、阪和の各社に導入されていたものである。ただし、大阪市の場合は十二両編成での使用を当初より、 想定していたため、将来電磁吸排便を付加して、アムへ電磁自動空気ブレーキ化することを前提とした、機器配置とされていた点で、先行各社より一歩先を見据えた仕様であった。このアムブレーキは発電ブレーキを常用する大阪市の場合、使用頻度は低かったが、トレインストッパーと連動するダシュ式 ATS や電気連結機付き密着式連結機の関節部が、 あらぬ方向を向いた際動作する、ブリ止め制限弁と呼ばれる一種の非常をブレーキ弁が付加されるなど、地下鉄の安全を支える保安システムの中枢をなしており、その重要性は極めて高いものであった。運転台のブレーキ制御弁は、当時標準品として普及していた WH 社の原設計による M23 弁で、これは高年電磁直通ブレーキ導入に伴う、 M24C 弁への交換まで継続使用された。なお、本形式のブレーキ集は、中高性と中鉄性の二種を組み合わせる三元摩耗方式という新しい方式が採用され、空気制動時の摩耗を最小限に抑える工夫が凝らされていた。台車は、住友製鋼所、後、住友金属工業、現、新日鉄住金製の一体、 中高イコライザー台車である KS-63L を使用する。これは従来ボルトとナットで組み立てられていた台車枠を強固な一体中高に置き換えたもので剛性が高く緩みなどの問題が発生しないというメリットがあった。この台車の釣り合い張りの中央には当時のニューヨーク地下鉄で用いられていたゼネラルエレクトリック社製品を模して製作された第3機上終電靴が 絶縁用の桜材を挟んで固定されていた。地下鉄電車の搬入は、カスガ3級、テルヨによる漫才の有名なネタ、地下鉄漫才になったほどの重大な問題であるが、通常は地上に設置された車庫や工場からの入線となるため、技術的な困難はそれほど大きくない。これに対し、工場及び車庫が開業区間に含まれていなかった上に建設されつつある。 全区間が地下線であった本形式の場合は、その搬入には多大な困難が存在した。このため、地図の搬入方法が検討されたが、最終的には市民への車両のお披露目という意味合いも、含め、車両メーカー各社から鉄道省梅田駅まで一旦、改装後、早朝4時に、ここで台車をトレーラー用に交換して出発、阪神前から南北線新町橋から、 南御堂前というルートを用いて、トラクター2台と牛1頭で牽引して搬送。ここに仮設された開口部から地下線に搬入するというプランが採用された。この際、街路を何度も曲がる関係から平均時速 1km という低速度であったため、開業後の地下鉄電車であれば5分とかからない、梅田から南御堂、本町付近までを実に約4時間かけて移動しており、 大きな牛が先頭に立つユーモラスなその光景は長く大阪市民の語り草となった。一号線の部分開業後、当初は炭鉱で、南波開業後は二両編成で運行された。その後、順次路線が延長され、造備車が進行していったが、戦後完成の600型までは基本的に同一仕様で統一されており、全車共通に取り扱われていた。 もっとも密閉式の片隅運転台を備える本形式では、戦中戦後の混乱期には、運転台側から車掌台側へ車掌が移動するのも困難で、客用扉の開閉に不都合が生じた。このため、本形式は極力編成中間に組み込まれるようになり、運用上先頭車とする必要があった106以降については、車掌台側にも乗務員扉を設置の上で、 全室式運転台化された。その他、打形式と共通メニューで下記の改造が順次、施行されている。ただし、蛍光灯火については1 0 5 1 0 9 1十0の3両が未改造で残されたが、結果的に半室運転台、使用、かつ、白熱電灯装備のままの100型は1 0のみとなった。1970年の日本万国博覧会を前に、 一号潜在籍の旧型車は原則的に心臓の3 0系で置き換えられ、淘汰されることとなった。しかしながら本形式は大阪市営地下鉄にとって記念すべき最初の形式であり、全廃された試電で代表形式を選出し永久保存するのに倣って、本形式についても一両を選出して保存されることとなった。この際、本来ならば、 トップナンバーの101が選ばれるのが原則であったが、101は度重なる改造工事で原型を大きく損ねており、このため、唯一蛍光灯かも車掌台側乗務員室扉の設置も実施されず腹を止めている部分が多かった105が保存者として選出された。そのため、線に漏れた101から104.106から110は、運用離脱後、順次廃車解体された。 また、保存者として残された105についても車席維持の必要が認められなかったことから1972年に除籍され、ここに本形式は形式消滅となった。各して保存者に選ばれた105は、1972年の除籍後に、アビコ車両工場にて、旧塗装への塗り替え、工場に部品が残されていた床下のブレーキ弁の交換などを実施して、 竣工当時の姿に、ほぼ復元の上で、当時あった浅潮橋の交通局研修所に、保存された。その後は諸事情で保管場所が変更され、現在は、緑木検査場に設けられた、専用保存庫にて、生態保存されている。また、2005年には、大阪市指定文化財に指定されている。NHK 大阪放送局制作の連続テレビ、小説、 ごちそうさん第128回2014年3月4日放送では主人公らが地下鉄を使って大阪大空襲から逃れるシーンがあり当保存車両を使用してのロケが同年1月18日に行われた保存庫前に当時の震災橋駅をイメージしたプラットフォームや壁面のセットを組み車両は自走できないため鉄陸車で押して動かした 駅のドーム型の天井などは VFX を使用して再現している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。